はい、今日は Vlog 撮ってみました。ポンちゃんと一緒にお出かけです。こちら可愛いサマーセーターを着てルンルン気分でお出かけします。これは最近ハマって焼いている自家製フランスメンタフランスパン持ってきました。食べながら、朝ごはん食べながらポンにいいなって、食べたいなって思われながら朝から車走らせてます眠いんだよね。クーラーガンガンに浴びて超気持ちよさそう。で、こちらの神社に行ってきまして、いつもお世話になってる神社に行って、お蕎麦屋さんに行って美味しいご飯を食べて、こちらとっても美味しかったです。これで1,000円、お安い。はい、夕方からはゴロゴロしながら、編み物しながらいろんなものを完成させましたので、ご覧ください。こんにちは。できました。スワローテイルショールです。こんな感じでできました。かわいいです。何回も編み直してほどいて、もう一目も間違えずに編めてると思います。このボップルがめちゃくちゃ難しかったです。アミリスさんのフローの糸2本取りで編みました。よかった、無事に完成できて。かわいい。400m で編めるんだけど、めちゃくちゃ時間かかりました。なんか目数が合わなくなったりして。かわいい。この点々がね、ところどころに入ってます。あー、よかった、無事に完成できて。超かわいいんですけど、うっとり。そんでこちらも完成しました。こちらずっと編んでましてお友達に編んでて、結構 日が空いちゃったんで、こっちやってからこっちみたいな。だからね、なんかこっちブカブカなんだけど、こっちぴったりみたいな、手の緩さが変わっちゃって、まだ水通ししてないから歪んでるのもあるんだけど、水通しでなんとか綺麗になればいいなと思います。お友達がね、足がめちゃくちゃちっちゃくって、21センチとかだったので、グランマさんから素敵なソックブロッカーもらったんですけど、あれがちょっと大きいので、あのソックブロッカーにね、素敵なソックブロッカーに入れたかったんですけど、ちょっと結構伸びちゃうかなと思ったので、このプラスチックのソックブロッカー切ったので、ちょっと小さめのソックブロッカーに入れることにしました。これももう3足目ですね、このパターン。もう完璧に編めるようになって、3足とも友達に編んでるので、自分の分ないんですけど、自分の分も欲しいけど、もう飽きちゃったので、もうちょっと経ったらこれ自分用にも編みたいな。かわいい。いつもここの色を変えて、アシンメトリーな感じで編んでたんですけど、過去の2足は。けど今回は揃えてみました。かわいいです。
レースレースレースのパターンばっかり編んでますね。かわいい。そんで羽織ると結構大きいんですよ、400m にしては。こんな感じです。私が着てる今この服が派手すぎてあんまり分かりにくいかもだけど、結構大きいですよね。こんくらいの大きさです。結んでも肩がすっぽり収まるくらい。一かせショール。ね、かわいい。みんなが編んでるスズランのショールと似てるんだけど、似てるような気がするんですけど、このボプルの形が。なんで、なんかスズランのショールは見たかったんですけど、ちょっとやっぱこのボプル、もうしばらく編まなくていいかなって感じなので、スズランのショールはいつか編むと思います。早急には編まないと思います。ね、超かわいい。なんか冬はマフラーにしてもいいしね。かわいい。ここ見せるようにマフラーにしようかな。超かわいいんですけど。かわいい。早く冬になんないかな。いやー、すごい素敵なんですけど、これフリーパターンだからみんなも編んでみてください。超素敵なんですけど。かわいい、大満足です。はい、そんな感じで、2作品編み上がりました。なのでまた新しいのキャストオンしようと思います。で、これ前にクリマーで買ったコーン巻きの糸で、これはウールとナイロンが入ってる糸なんですけど、だからソックヤーンにいいですよって、ソックヤーンじゃないんだけどソックヤーンとして使うのおすすめですよって書いてあって、でそれを買ったんで、今これね、枷にしてるところです。これを枷にして、羊グマちゃんの植物染めカル参加したいなと思って、これを染めようと思って今頑張って枷にしてます。なんかみんなどん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 植物染めカルやってるから、まだ9月までだよね、期限。どん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 みんながなんか、これ染めましたとか、編みましたとかっていっぱい投稿されてるの見て、いいなぁと思って、早いなぁと思って見てます。私もね、お友達がさくらんぼをね、おいしいおいしい、それはものすごくおいしいさくらんぼを送ってくれて、長野のさくらんぼを送ってくれたのね。でも全部食べちゃったんですけど、その茎をちゃんと残しておいたので、それで染めてみようと思ってこれでやってます。なんか枷繰り機で枷をね、作ってたんだけど、うちの枷繰り機なんか壊れちゃって、どんどんね、軸がね、下がってきちゃって、いきなりガクンって落ちちゃったりして、なんか、この枷がぐちゃぐちゃになっちゃったりする事態がね、発生するので、ちょっと次、8月入ったら枷繰り機買おうと思うんですけど、なんでこの枷取り棒で頑張って、枷作ってます。なんか安かろう悪かろうで、安いの、アマゾンで安いの買ったらなんかすぐ壊れるっていうか、
玉巻き機もそうだったんだけど壊れちゃったんですよ。でももうほんとね超イライラするから早いとこ買い替えなきゃなって思ってます。そう、そんで最近はこのお菓子作りにハマってて、カントリーマームみたいなクッキー、あ、焼けました。めっちゃね大きい、めっちゃしっとりしてるんですよこれが。あ、冷蔵庫から出したばっかだから。これが超美味しくて、うん、うまっ。しっとりオレオと、オレオとチョコとナッツを入れた、自分の好きなものばっかり入れたクッキーを焼きました。最近はパンを焼いたりするのにもハマってて、この前はフランスパンを焼いて、メンタフランスパンを焼きまして、なんか5個ぐらいできたんだけど一気に食べられちゃって旦那さんに、でなんかもう一瞬でなくなっちゃって、なんでまたね作ろうと思います。ほんとね焼きたてパン美味しいんだよね。でもYouTube でね見ながらやってんだけど、なんかお菓子作りとかパン作りってどんくらいこねたりとかどんくらい混ぜたりするのかがわかんないっていうか、なんか表面が滑らかになるまでこねるとか、なんかねっとりするまで混ぜるとかってねテロップに書いてあるんだけど、それがさ、そのプロの人の感覚と私みたいな初心者の感覚が全然違うから、なんか私があこれ滑らかになったなって思ってやめちゃったりとかねしてるのが原因なんだろうけど、なんかうまくあの形になんなかったり、味はね美味しいんだけど、あなんかもうちょっとなんか綺麗に焼ければよかったなとかね、なんかちょっと完璧じゃないなっていう感じなので、まあもっとね修行しないとなと思うんだけど、なんかお菓子作りとかパン作りとかってこの感覚でさ、材料は間違いないにしても感覚の不一致が結構あるから、感覚つかむまでが難しいなと思って、なんかノーカットでさ動画作ってもらいたいんだけど、みんなこねてるとことか混ぜてるところカットカットしちゃうからさあこんなもんでいいんだと思って、私もあこんな感じでこんくらい混ぜればいいのかみたいな感じで、多分もっとこねなきゃいけないところをね動画通りにこねてるから、なんか多分短時間で終わっちゃってるんだろうなと思って、もっとね修行しようって思ってます。インスタグラムもなんかご飯作った時の記録残してこうと思って、また別アカ作ってご飯作った時の記録とかご飯屋さん行った時の記録を残していく、編み物とは違うアカウントを作りました。私なんか食べるの大好きだからいろんなお店に行くから、お店のメモ取っといて、もう一回行った時にはこの前はこれ食べたから違うの食べようみたいな感じで、何食べたか忘れちゃうからね、記録残しておこうと思って。あとなんかここのお菓子のこれが美味しかったからもう一回買おうとかね思い出せるように食べスタグラム
あとパン作りとかクッキー作りとかお菓子の反省点を書いて、次はうまく作れるようにっていう感じでね、食べスタグラムを作りました。そしたら食べスタグラムでは次食べたいものとか次作りたいものをどん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 ね保存するようにしてったらね、もうおすすめがもう本当に美味しそうなものばっかり出てくるようになっちゃって、あ、もうめっちゃ大変作りたいもの渋滞と編み物のアカウントは編みたいものでいっぱい保存されてるから、あの、かわいいさおしゃれなものがどんどんさ表示されてきて、編みたいもの渋滞と食べたいもの渋滞と作りたいもの渋滞がやばいのね。なんかもう私の人生渋滞しまくりなんだけど、でもなんか食べ物はほんとね早く作り終わるからいいよね。なんか編み物してるとすごい気が長くなったっていうか、パンとかさ、パン作りって言うてもまあ発酵とかの時間入れると3時間とか、まあ、4時間とかかかるパンはかかるし、十何時間とかね、次の日に持ち越すようなレシピもあるんだけど、まあ言うて2日でさ、長くても2日でパンを焼けるし、まあなんか発酵なしのレシピとかもいっぱいあるしね、なんかこねるのが面倒な人はホームベーカリーでとかって書いてあるんだけど、あのさ編み物ってさ1ヶ月とかかかるわけじゃん。あのセーターとかだったら靴下とかだってさ1週間くらいかかるわけだから、もうそれ考えると、え、もうめっちゃ時間早くさ作り終わるじゃんと思って、こんなね美味しいものがこんな短時間で手に入るなんて素晴らしいじゃんと思って、なんかね感動しちゃった手ごねもさ時間かかるっちゃかかるんだけど、言うて30分とかでさ終わるわけ。編み物なんかさ果てしないじゃん、時間泥棒だから。しかもさ紡ぎとかやってると本当にさ編めるようになるまでも時間かかるわけよ。それ考えるとなんか料理って本当タイパいいなって思う。タイムパフォーマンスいいなって思うわ。でなんか行きたいところもどん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 保存してって、で今日はお蕎麦屋さん、近所のねお蕎麦屋さんに行ってきて、めっちゃ美味しかった。お蕎麦屋さん、なんかすごい気になってるお蕎麦屋さんで、近所なんだけど行ったことなくって気にはなってたのね。そしたらなんか結構安くてボリュームあっていいみたいなことがネットに書いてあって、行ってみようと思って初めて行ったんだけど、今日はカキフライとそばがついたセット、カキフライとそばで1000円だよ、超安いじゃん。旦那さんはエビ天丼エビ天寿とそばのセットで1000円、もう全部1000円なわけ。あとなんかロース重とそばのセットとか、カツ丼とそばのセットとか、いろいろそういうご飯物とそばのセットになってて全部1000円なので、なんかうなぎもね、うなぎはちょっとミニのうなぎミニ丼みたいになっちゃうみたいなんだけど、うなぎ丼とそばで1200円とかだったのかな。なんかうなぎ丼にしようか、今日食べたカキフライ定食にしようか超迷ってカキフライにしちゃったんだけど、次はうな重セットにしようって心に決めて帰ってきた。もう本当に幸せだったし、なんかお蕎麦屋さんってさ、なんかみんな静かだからそれもまた居心地よくて、結構大人な人が
集まるところだから静かで居心地よかった。お蕎麦をね、選択するっていうことにね、なんか大人になったなって思いますよね。もう学生の時とか若い時、もうちょっと20代の時とかもお蕎麦屋さんに行くって、ランチでお蕎麦屋さんってあんま選ばなかったんだけど、なんかすごいお蕎麦食べたくなる年代になってきました。なんで最近はパン作ったりお菓子作ったり美味しいもの食べに行く川行って、で筋トレをね頑張って、うん、ランニングと筋トレを頑張って、まあ、痩せたいんですけどね。でもみんな食べてると無理かも。プラマイゼロくらいでキープできるといいなって思ってるんだけど、頑張って筋トレやってます。なんかこの前ピピちゃんのライブ配信で言ってたよね、なるねーって人のなんか足パカの動画いつもやってるみたいなピピちゃんが言ってて、なんか3日でねなんか効果出たって。私3日以上やってるけど全然実感湧かないけど、なんか効果出たらしいから私もやってます。そのなるねって人の足パカ動画やったり、なんか腹筋の動画やったりして、意味あるのか。でも意味あると思うんだよね、筋肉痛になってるから。なんかいつも筋肉痛になってるからちょっとは意味あると思うんですけど、なんかその分食べちゃってるから意味ないかもしれないけど頑張ってあがいている感じです。なんか本当にね、美味しいものがね多すぎて、なんか私その千葉のね外房に住んでるんですけど、なんかね、なんか千葉の外房本当に美味しいご飯屋さんばっかりで、なんか本当舌がね肥えちゃって、地元に帰るとねあのなんか比べちゃいますよね、どうしても。やっぱなんか私が今住んでるところの方がちょっとグレード高いかもみたいなね。なんか安くて美味しいお店多いんですよね、本当に。海の幸使ってるところも多いし、なんで田舎だと土地とか家賃が安いから食材にお金がかけられるのか知らないけども、本当にめちゃくちゃ美味しいんですよね。お店開拓するの大好きだから、どん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 いろんなお店にね行っちゃう。本当ありがたいですね、あの飲食店の方々には。このね糸さくらんぼで染めるからチェリーってついたパターンの靴下みたいなと思ってるんだけど、って思ってたんだけど、なんかまたサリさんの靴下のパターン買っちゃったからね、それはもうかな、可愛すぎて早く編みたいからな。さくらんぼ色になった糸でサリさんの新しいパターンはもうかなって思っちゃった。さくらんぼチェリーのパターン見たかったけど、
うまく染められるのか。なんかみんな結構うまく綺麗に色が入っててすごいなって思うんだけど、私のさくらんぼのヘタ多分50個もないと思うんだけど30個とかしかないような気がするんだけど、綺麗に色が出てくれるのかわからないんですけど、綺麗に色が出てくれるといいな。羊熊先生の動画をいっぱい見ながらやってみようと思います。なんか私はさ、二人暮らしだから全然ね、果物とか玉ねぎの皮とかアボカドとか全然使わないからさ、植物染めできないなと思ってたんですけど、今回はいいタイミングで友達が送ってきてくれてありがたい限りです。あ、そう、今日はこのね、お友達が編んでくれたっていうかお友達が編んだんだけどサイズが合わなかったからよちゃんに着てほしいって言ってねくれました。このサマーセーター着てお出かけしました。蕎麦屋さん行ってきました。かわいい、めっちゃかわいいですよ。これがさ、びっくりすることにさ、ケイト雑貨ストアーズのね、なんか安い糸で編んだみたいで、本当に安い糸とは思えないくらい。てかもうやっぱ編むね、編む手が綺麗すぎて、本当ね、なんか糸って安い値段じゃないんだなって、やっぱ技術なんだなって思わざるを得ない。超高クオリティの、これはもうさ、ほんと市販品ですよね。市販のニットっていう感じなんですけど、なんか糸処理とかもどこでされてるのか全然わかんなくて、めっちゃ探してるんだけど、どこで糸処理してるのか全然わかんないんですよ。超綺麗すぎて、かわいい。これを着てね、今日お出かけしました。なんかもうほぼ裏編みほぼ裏編みなんですよ、このセーター。なのに超綺麗。なんかもらっちゃって申し訳ないんだけど、ありがたくいっぱい着ようと思います。こっちはさ、レース模様になってんの。かわいいよ、うん、ラッキーだよね。よかった、私に似合うし、私のサイズに合ってるし、ちょっとお友達はね、せっかく編んだのにね、サイズが合わなくて、かわいそうなんだけど、まあ私に合ったからよかった、みたいな。ラッキーみたいな感じです。合わなくてよかったねって感じ。申し訳ないんですけど、私がもらっちゃって、嬉しい、私の元に来てくれてありがとうっていう感じです。すごいっしょ。かわいいし、ずっと見ちゃう、ずっと見てんの。あ、こっちで見せよっかな。ほら見て、
かわいい。すごいでしょ。なんかね、リネンの糸みたい。超綺麗。あんまりさ、見せたらお友達嫌がっちゃうかな。でもめっちゃ綺麗なんだけどね。めっちゃ綺麗なんだよ、本当に。あ、ゴミがついちゃってる。わあ、超綺麗でしょ。てか可愛いしパターン。本当にもらっちゃって申し訳ないんですけど、ありがとうございます。ヘビロテします。超かわいい。そんな感じでね、かわいいお洋服を着ておそば屋さんに行ってきたという感じでございました。今日はあれ、どうやって巻くのか分かんなくなっちゃった。てかなんかまだ梅雨明けしてないっていうのがちょっと恐ろしいんですけど、まだ梅雨明けしてないんだよね。これ違うな。もうめちゃくちゃ暑いんですけど、まだ梅雨明けしてないみたいなので恐ろしい。次はこの糸を染めてこんな色になりましたって紹介できればなって思います。みんなも美味しいもの食べて体力つけて頑張ってのりの夏をお迎えしましょうということで、こんな感じで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。